はい、日本美術、美術、日本を美術で元気にする中華堂の田中でございます。今日は今度は宗像志功行ってみましょう。宗像志功はもう言わずと知れた、日本を代表する版画家ですね。まあ、あの版画という言葉はですね、普通はあの、木版の版に画って書くんですけど、宗像志功は造語を作ってまして、板画と書いて版画と読ませるんですね。あの独自ルールというのをね、いろいろ作っていてですね、宗像志功は自分の作品に咲くというあの、まあ、名前をつけてシリーズにしたりとかしてます。例えばこれ、これは公認の作なんですけどね、あのなんか咲くっていう言葉にね、一つの意味を持たせて、まあ、あの宗像のワールドっていうのは非常にあの文学的にも完結しててですね、あのそれ言葉とそれから字が一体化して、あの 絵の世界が一体化しているという意味でも、まあ、文学と馴染みの深い画家だったと、言えると思います。これなんかね、こっちはですね、物語の一部なんですね。これはね、明らかにそんな感じですよね。で、鳥もち、これは物語ではありませんけども、やっぱシリーズもので、宗像の世界って必ず何かしらその物語世界があって、その登場人物みたいなね、イメージのものが多いと思います。まあそういうことで、宗像志功を売るなら買うなら、こちらの集荷堂までご連絡ください。0120126-510、検索する場合は買取集荷堂で、それから、この動画の下にも、URL が載ってますので、そちらをクリックして LINE 査定なんかもできます。ということで、あ、そうだ、チャンネル登録もお願いいたします。はい。